ちは天野さん、アヒル、ありがとう。つんちゃんも、くま、ありがとう。ケイブンさんも、ハートありがとう。あれ、ちょっと待って、もうさ、あれ、私さっきのやつ捨てた？捨てた？これをもうさあ、ひでちゃんお手紙ありがとう。え、マチャリンのイベント、え、ね、マチャリンのイベント来てくれる人どれぐらいいるの？どれぐらいいるの？これを、ちょっと待って。もうなんかさ、良くないよね。良くないよねっていうか。1万。ポイント。神羅万象さん、雪の結晶、ありがとう。でも全国のもし3位頑張るぞ。東京着いたで。今日は東京いい感じかも。いい感じとはメイクして、待って、ちょっと本当にさ、紙にこう書こうかな、紙に書こうかな、ちょっとさあ、やんなきゃいけないこと多すぎてさ、ちょっと紙に書いて、あの壁にガムテープで貼るみたいな、なんか受験生みたいなことした方がいいかもしれない。よし、いいぞ。おかげごはんさん、I love you、 ありがとう。さえちゃんもプレゼントありがとう。太い方で書くか細い方で書くか。わ、太い方で書けばよかった。そう、てか聞いてくだ、あの、しゃべるモモンガ取った、持ってきてあげるね。急だな。違う、
ンが。叱ってみろ。かあ。叱ってみろ。叱ってみろ。かわいい。めちゃめちゃお金使ったわ。めちゃめでももう一個さなんか大きいのあるんだよね確か。でも大きいやつはなんかなかった、見つけられなくて、だからとりあえずこの喋るやつだけ撮ったんだけど、なんだこれ、これのいや、これをさ、だからさ、明日にしたらいいんでしょ。もう止まっちゃうな、困っちゃうな、何にしよう、こういうことでいいかな、こういうことでいいか。はぁ、てかクリスマスなんだけど。てかクリスマスなんだけど、消す。よっしゃ。いい感じ。嘘。カバンを買ったんですけど、意外とっていうか想像以上に物が入ってとっても好き。ランドセルの 1.5 倍ぐらい入りそう。とってもいいです。で最近LINE のLINE のさ、あのさ、公式アカウントマジ本当にいらないんだよね。かき氷食べたい。え、てかさ、あ、黒色のね、なんかさ最近さあれ流行っとるじゃん、もう流行ってないか、もう流行ってないかも、ハーフムーンなんとかみたいなノリのやつあるじゃん、あれにちょっと似てる系かも。お出かけ用っていうよりはちょっとなんか適当な時に使えるやつ、物いっぱい入るよねみたいな、黒色のでもなんか可愛いの、めっちゃクシュクシュクシュってできちゃいますみたいなノリ。ヤフーショッピング、てかドコモに行きたいんだけど、
今日よろしくお願いしますだって。よろしくお願いします。何とぞ何とぞ何とぞ。これとこれとあと私がやんないといけないのは違うな。あ、てか皆さん、てか皆さん、インスタのストーリー見てくれたかにゃはいって言われた。なずきさん、プレゼントと雪の結晶ありがとう。ギフトをくれる人ありがとうございます。好きです。更新、あ、てか待って、みんなに言わないといけないこといっぱいあるわちょっと待って、みんなに言わないといけないこと、ま、いっぱいあるな。ねえ、グッズ可愛くない？うわ、ちょっと待って、これどこに書こうかな。まあいいか。しゃ、あ、今見ただって。ありがとうございます。これがみんな DM くれたりしてハッピー。いや、マジで本当に、いや、こんな可愛いグッズ出んのやばくない？生写真、ステッカー全2種、アクスタ3種、チェキは2種類あるよ。で、しかもキャッシュレス決済ご利用いただけちゃうんだぜ。天才？本当に言ってる？そんなことってあるんだそんなことってあるんだって感じ。かわいいよね。大変だ、グッズ全部購入するよ。いや、本当に全部買ってほしい本当に全部買ってほしいです。 1,2,3,4,5,6 ね、あと私まだもうちょっとやらないといけないことあったと思うんだけど。いや、でもあんまり、うわー最悪。チェキは1枚取るか2枚取るかどっちかです、各部。だからマックスで、だから1部も2部もどっちも行くよみたいな方は、
だから新年会来てくれる人でマックス4枚と、あでもあれだ、自分グルメゲットしてくださると、あのスマホでツーショットも撮れるから、それも入れたら、え、あれって何、1体につき1枚ってことかな、そんな何体も買う人いないと思うけどさそんな何体も何体も自分グルメゲットしてくれる方はなかなかいないと思いますけど、じゃあマックス5枚ってことかな、きっと自分グルメとのツーショットとスマホの、自分グルメのツーショットとチェキ4枚かな。そうそうそう、そういう感じだ。あー楽しいね、楽しみ。マジでちょっと最近なんかわけわかんないんだけどさ最近マジわけわかんないんだけど、でももうイベントが楽しみで本当に頑張るというか、本当に楽しみ。まず今週の土曜日、え、早くない？だってさ、あとあさってでしょ、あさってにさもうイベントだよ。マジかいな、マジかいな。だけどイベントあれだ、まだちょっと内容を詰めないといけないところもあるし、気合い入れていきましょう皆さん。私も楽しい、ありがとう。ショールームの配信しよう。あのお酒映っても大丈夫ですかって聞いたら、ああ全然いいですよって言われたわ、ショールームのあの人に。誰誰って感じだけど、やり取りしてるんだけどさ、ショールームの人と、大丈夫ですかって聞いたら、大丈夫ですよって、どうぞって言ってくれた、優しい。えてかさ、ちょっと待って、私メイクあった、あ、買えなかったからいけません。だって買えなかった人は幕張からショールーム配信見てください幕張からぜひショールーム配信を見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。で、あのトークポートあるやん、トークポートあるじゃないですか。トークポート私先月の末ぐらいになんか申請出したのよ、なんかトークポート、あの私もやりたいんですけどみたいな、タラさんもやりたいんですけどみたいな感じで、あの審査出して全然返信返ってこなくてっていうか、あのなんかオーディションみたいな感じでさ、合格なんか審査通りましたみたいな人しかさ返信しませんみたいな感じで、全然返信来なかったの。だからえ私落ちたわと思って、マジと思って、元 AKB 落ちるんだ、そんなことあるんだと思ったんだけどその自分を過大評価してるとかじゃなくてね、あっもう落ちるかと思って、まあそっかと思ってたんだけど、あのなんかさ私めっちゃ迷惑メールみたいな最近来るのよ。迷惑メールでもないんだけど、いや迷惑メールなんだけどさ、謎になんか来るカードのなんとかみたいな、持ってもないクレジットカードのなんかどんどこのお知らせみたいな、アマゾンのなんとかなんとかのみたいなとかさ、めっちゃ来るんだけど、だからそれさ消してんのよ、シュッシュッシュッシュって消してんだけど、それと一緒にどうやらそのトークポートのやつも消してたみたいで、でも12月のもう頭の方に全然あの審査通りましたみたいな、合格ですみたいなメール来ててさ、マジで申し訳なかった。いや私が見てなかったやんと思って、私が見てなかったで、私が見逃してただけやんと思って、でだから昨日急いで銀行のあれを送りました。すいませんトークボードさん返信遅くて、全然消してた。びっくりだね。え、てか
か今日イベントで会う人、私に会うの久しぶりだね。まあだいたい3ヶ月ぶりと、え、マジじゃん。え、それちょっと感動の再会じゃない？全然そんなことないんだけど、全然そんなことないけど、え、感動の再会すぎない？口座番号リアルすぎ。そう、口座番号、支店名みたいな、お名前。トゥ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 ルルトゥルルルル。そうそうそう、まあ大体だ、今日、まあ、イベント来てくださる方はあれだよね、卒業公演ぶりか、みやびさん の, あのイベント以来かみたいな感じの方が多そうで、でもマチャリンのファンの方とかだったら多分マジ、ただちゃんいつぶりみたいな感じだよね。楽しいイベントになるといいな。ワキューワキュで、あとなんかみんなに言わないといけないことあったっけ？あったっけ？そう、でもトークポートはできそうっていう。ハッピー。結構ハッピーかな。今月中にやろうと思えばできるってこと？すごくない？それ。眠たい。よし、なんか右目にゴミが入ってる気がするけど、いいでしょう。すん、あ、発売前に事前に告知お願いします。え、あれトークポートってさ、あ、だなんか今からやるねみたいなのも全然できるんだもんね。でもしんどいな。前日とかには知りたいよね。前日の明日の何時からトークポートする、え、明日の何時からトークポートするよーみたいなのをもう発表したその時点からみんなは申し込みができちゃうってこと？でもつまりそういうことだよね。分からんけど。分からんけど。あら、こんにちは。これから仕事です。頑張って。私も今頑張ってメイクしてるところ。頑張るぜ。そう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 。よし、オッケー。でも意外と肌の調子はいいかも。いや、そうでもない。いや、そんなことあるね。事前に枠を買わないといけないだって。ちょっと待って。し、昨日メールを送ったんすよ。昨
昨日メール送って、あ、間違えました、下書きを保存しておくか。あのさ、三井住友カード持ってねえから三井住友カード持ってないからね。どういうこと？みんなこれさ、もう読まずに捨ててるってこと？え、どういうこと？みんな。ごきげんよう。善次郎さん、雪の化粧とレインボースターありがとう。ありがとうございます。どれだっけ？あんた、違うわ。Google フォーム、お気に入りいただきありがとうございます。あれ、私、下書き。ゴミ箱の復元みたいなのできないの？これできるよね。フラグを立てておいたはずだが、この辺だきっと。いた。迷惑メールに移動。これどうしたらいいの？メッセージを移動って言ったらいいの？受信。あ、これでいいんじゃない？違うわ。あ、戻ってきた。やだ。え、だよね。三井住友信託銀行からメール来るよね。来る。持ってない。持ってない。持ってないよね。何してくれてんのって。トークポート運営事務局です。お申し込みのご連絡ありがとうございます。早速ですが、アカウントをご用意させていただきます。仕事が早い。トークポートさん。ありがとうございます。なんか G メールもなんかいっぱい届いてるし。さっぱりぱり。あ、あとなんか違う。Google アドセンスなんとかかんとかみたいなさ。そう、実家にちゃんとなんか届いたみたいなんでね。届いたみたいなんだよな。これとこれと、クッションファンデ。やばい、ヒーター倒しちゃう。そう、ネイル予約できたの。やった。今のネイル本当に気に入ってないから良かったです。ナイス。キューちゃん可愛い。ありがとう。ありがとうございます。深夜枠希望。ああ、深夜枠ね。え、で大体さ、トークポートわかんない、みんなどれぐらいやったことある人いるかわかんないんだけど、トークポートって大体みんなどれぐらいやってるの？一日 3時間とか。だから3枠ってこと？1枠1時間ぐらい。1時間とか1時間半とかなのかな。クマ消えませんね相変わらず、相変わらずクマ消えないんだけどさ、これさ、クマ取りしたとこでさ消えるわけじゃないもんね。なんかさ、 TikTok で流れてくるさ、クマ取りのやつってさ、ただあれ脂肪も取ってるだけでさ、クマが消えるわけじゃないじゃん。あれクマ取りって言わないでほしいよねあれさ、クマ取りじゃなくて、なんか眼科脂肪切除とかそれでよくないか。なんかクマ取りって書くとさ、なんかクマ消えますみたいなさ。本当に消えるのかな。いや消えないよな、だって脂肪取ってるだけだもん。いいんだけど、別にいいんだけど。よいしょ。皆さん、しばすいかがお過ごし。
ほう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 。あ、ごきげんよう。ごきげんよう。寒くて頭痛くてやばいじゃん。それは結構やばいよ。コンシーラー、コンシーラー。年末気分でふわふわしながら仕事してる。え？かわいい。かわいいな。私もふわふわしよう。ふわふわ。私もふわふわしようなあ、いい感じ。肌が綺麗になりまして。てか眉毛サロン行ったんだけど、眉毛サロンってほんと痛いよね。眉毛サロンなんであんなに痛いんだろう。自分で抜く、毛抜くときはさ、そんな痛くないけどさ、眉毛サロン行くとマジで痛いんだけど。困ってるよ。やばい、右目のゴミが本当に気になる。何なんだろう。よいしょ。よいしょ。皆さんごきげんよう。今日のイベント何時からだっけ。6時とかかな。いや、そんなんじゃないか。あれ、ちょっと待って。うわー、大変だ。あ、何しようとして。あ、スケジュール見ようと思って。え、マサリンの誕生日って19時スタートだって。え、分かった。じゃあちょっと私今日いろいろ荷物持っていけばいいってことか。今すぐにやるかそう。え、今日お誕生日なの。本当？え、ね、マチャリンのプレゼント何がいいと。ここで聞くなよ。ここで聞くなって感じだけど。え、マチャリン、え、お誕生日プレゼントあげたい。何がいいだろう、マチャリンに。そうなんだ、今日お誕生日当日なの。本当だ、当日っぽい。おめでとう。待って、私ツイッター見てないからな。え、でも聞いてよ、私ツイッターでもだんだん、え、みんなまだツイッターって言ってます。みんなツイッターって言ってます。 X って言ってます。どっちって言ってます。なんかだんだんちょっとツイッターっていうの恥ずかしくなってきたんだけど、大丈夫そう。でも X っていうのも嫌だ。 X っていうのも嫌だし、ツイッターっていうのもなんかちょっと、ああってなる。みんなはどっちを選ぶ。みんなはどっちを選ぶ。
ツイッター派？じゃあツイッターでいっか。ツイッター、え、ツイッターでいいよな。え、海外の人ってさ、ツイッターって言ってる？ツイッターか X かどっち？だって全世界共通で X になったんだよね。ツイラーって言ってる？ちゃんとツイラー、ツイラー。よし、いい感じだ。いまだにツイッター？でもツイッターだよな。だって日常生活で X って言ってる人あんま聞いたことないけどな。あ、 X って言っても固有名しかなくて。消防どもを我慢するな。眉毛サロン最高。あ、こんにちは。あ、ツイッターって言うけど今は X かってわざわざ言ったりする。ツイッターでさ、あ、今は X か、あ、そう、それさ、X でさみたいなってこと。それ面白いな。それそれいいな。あ、ツイッターで、あ、今 X だけどさ、それそれいいな。それそれちょっとなんかいいね。だからちゃんとあの分かってますよっていうあれね。ちゃんとちゃんと今 X っていうのは知ってるが、知ってるが、自分の意思でツイッターと言っているってことね。いいなそれ。アンケート今どうなってんの日本だってさ。でもテレビとかだとさ、テレビとかさ、じゃあ劇場公演の MC とかになるとさ、こうちゃんとしたその正式名称で言わないといけないからさ、あれだけどさ、普通のあれだとさ、絶対みんなツイッターだと思うんだけど、だからテレビとかで X とかで、普通に私公式 X アカウントとか言うってことでしょ。嫌になっちゃうよ本当に。こんな年末にさ、年末ってクリスマスっていうかさ。え、でマチャリアのプレゼント何がいいと思う？何がいいと思う？マチャリのプレゼントか、どうしようかな。マチャリのプレゼント難しい。プレゼント難しいね。私あんま いつもあれに頼っちゃうな。ザ・ボディショップとか言ってた。スクラブ買うかみたいな。スクラブ嬉しくない？スクラブとかさ、入浴剤とかなんだかんだ結局その辺嬉しい気がするんだけど。どない？くしゃみ出るわ。それか普通にケーキを買っていくっていう手もあるよね。あるよね。普通にケーキだからさ、3つ買って、え、それよくないか。で、その会場中にさ、会場中に、わかんない、マチェリン準備でちょっとバタバタしてるかもしれないけど、会場中に食べるみたいな。でもそれは逃げすぎだよな。むずいな。まあちょっと、岡田さんと相談しましょう。岡田くんと相談したいと思います。誰の言うことも全部耳を貸すことはない。いい曲やらかそう。はみ出そうぜ。
ナイス。眉毛かけた。今からノーズシャドウです。え、すごいねえ、お前自分ぐるみめっちゃ、みんななんでそんな買ってくれるん、買ってくれるんとか言って、マジ想像の想像よりマジバカすか売れてるんだけど、バカすかっていうか、そう、予約がすごい、自分ぐるみ本当にありがとうございます。皆さんゲットしてくれて、ゲットしてくれてっていうか、予約してくださって本当にありがとうございます。でも本当に可愛いからマジで、え、本当に可愛いんだよねマジ。多分あの現場で見たらえ、なんでこれ予約しなかったんだろうってなると思う。可愛すぎて、本当に可愛いマジで。あら、ありがとうございます。イベントのスタッフさんが結構頻繁に売れ、の1個売れましたみたいな、また1個売れましたみたいな、また1個売れましたみたいな、めっちゃ連絡くれる優しい、めっちゃ優しい、ありがとうございます。わあ、今日、え、待って、みんな、え、今日さ、ちょっと待って、オカリナに確認しよう、電話しようかな、ちょっと待って、今日の服の服、そう、あ、待って、私ちゃんとあれしたっけ、イベント詳細、あ、ちゃんとなってるわ。よかったです。うわ、いいな。脂肪吸引して。高いんだよね。そうなんだよね。いやー、そうなんだよね。高いんだよね。今日のイベント楽しみだな。久しぶりに人前に出るわでもマチャリンのファンの人はみんな優しいからきっと大丈夫、きっと大丈夫というか、まあでも AKB のファンの人ってみんな優しいから、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ナイス。はい、アイメイクに行きます。アイメイク。ヒーター熱。
山田くん。よし、何しようと思ったんだっけ。これだ、プレゼントね。お誕生日プレゼント兼クリスマスプレゼント兼みたいな感じだわね。よし、オッケー、チラッ、こんにちは皆さん、こんにちは。頑張ってメイクしていく。優しい。もう誰もコメントしてくれなくなった。PM、すみません。すみません、すみませんとか言って。何の話をしようかな。もう一度。そう、ゆきりんさんのラストシングル、あれ？次のシングルっていつ発売ですか？どんな曲になるのかなって楽しみにしているところです。です。ゆきりんさんの曲って全部いいじゃん。全部いいじゃんっていうかさ、ソロの楽曲とかさ、でグリーンフラッシュもさ、もうダブルセンターだったけど、グリーンフラッシュもめっちゃいい曲じゃん。つまり最後のシングルもめっちゃいい曲が来るってこと。どんなテンポなんだろう。アップテンポかな。あ、Pさんバラありがとう。何や、神谷さんはプレゼントありがとう。人によってさ全然違うじゃん。でパルベさんだったらさハイテンションとかさ、高見菜さんだったら Be My Baby とかさ、まゆゆさんだったらあのアンクレットとかさ、テンポが違うじゃん。サッシーさんだったらさジュアルデイズとかさ、もう曲調とかさ、でもガラッと変わるわけじゃん、まあ、どのシングルでもそう当たり前なんだけどさ。秋元先生は最後ゆきりんさんにどんな曲をプレゼントするんだろうって、ワクワクしちゃう。ワクワクしたい、あれドッキリだ。ワクワクしたい。で口内炎ってマジどうやったら治る？一生治らへんがな。あ、待って、人生過去最大級にアイライン引きすぎたわ。まあ久しぶりに人前出るしいいよね。
ってことに一こうずら。よし。いや長いな、どう考えても。まあ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 、まあ、いいだろう。これとこれね。クラフトキさんだるまありがとう。あ、チョコラ BB で治ります。え、チョコラ BB ってあれ何、ビタミン剤系、ビタミンドリンクみたいな感じ。チョコラ BB って本当に治らないんだけど。困ったもんだの大問題。またポケモンハラハラリレーの歌を出してしまった。知らないよね、ポケモンハラハラリレー。懐かしい、あの頃に戻りたいよ。よし、オッケー、オッケー。あ、こんにちは、こんにちは。そう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 、そう、人前、久しぶりに人前に出ますな、出ますなっていうか、ショールームもずっとあれだ、ちょっとラジオでやらせてもらってるしショールームもずっとラジオ、ラジオだったしな、ラジオだったというかラジオでやってるし、これと、うわーどうしようかな、迷っちゃうな。最近はね、この Q10 で買ったベージュのアイシャドウを使ってるんですよ。今までずっとコーラルだったのにね。ベージュブラウン系というか、そっちを使うようになりまして、それはそれで悪くないかな。ラブレター I love you、 ありがとう。これと違う、あ、これ、うわあ、アイシャドウ爪でガリってやっちゃった、泣いちゃった。あ、岡田くん、出るけ、どうしようかな、どうしようかな。岡田くん、
ケーオッケー。今からあ何しようと思ったか忘れちゃった。これだ。これで、でもさ、もうアイシャドウとかわけわかんなくなるよね。わけわかんなくなるよねってかさ、こんな、なんかこんな色重ねてなんか意味あるのかなみたいなさ、すっげえわかります。本当にそれ、最近それしか思ってないもん。そしたらこれだ。結構順調だぜメイク。ただアイラインが長いってだけ。致命的では。よし、これ私なん分ぐらいから配信始めたか覚えてる人おるかな。スッとナイス。12月、え、もうあと10日で終わるじゃん今年が。え、そんなことある、そんなことある、まああるか、びっくりだね。怒涛の2023年、怒涛の1年だったわな、だったわなとか言って、よし、オッケー。眉マスカラをやってない。あ、ちょうど1時間かも。やったー、間に合った。だってようこそ、お疲れ様です。だってお疲れ様です。あ、今日いい感じかもよ。え、なんか左右で涙袋の大きさ違うんだが、そんなことないか。いや、そんなことないな。危ない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 。オレンジさんとハリケーンさん、ハートありがとう。え、ちょっと待って、ナイスかもしれない。いや、これさ、でもちょっと考えてみ、だってもう、いや、むずいな。キラキラつけてく。これとこれと、あー、でもマスカラしてないからな。あー、手についた。え、ってか聞いて、なんかさ、唇じゃなくてさ、唇じゃなくてなんか舌にも口内炎できてる説がある。ダブルパンチング。
よし。よし、オッケー。オッケー。テンション上げてこ。これとこれ塗っちゃうか。うん。私の行きたい場所があるんだけど。まあ、いいか。何しよう思ったっけ。ねえ、まつげが本当に上がらないよ。もう死んでいる、まつげが。ちょっと待てよ。強さ気に塗ろう。ゲストメンバーって？土曜日だってこと？土曜日は単独やねん。単独やねんって言って。秘密にしといた方がよかった。土曜日かな。来月のは。ゲスト来てくれるんだけど、今週の忘年会の方は一人です。よろしくって。どっかに書いてなかったっけ。書いてないか。書いてないか。よし。いやなんか微妙な顔し、いやマスカラしてないからまだ判断するには早いかもだけど、アイシャドウがやっぱちょっと薄いかもみたいな。だよねー。あ、なんか OKオッケー、オッケー。え、みんなもうあれポチ袋とか買ったん？みんなもう新年のあの親戚の集まりの時の。口袋的なやつ買いましたん？うわー、これどう思う？あ、まあ悪くないな。ナイス。あ、
あ、ひでちゃん、I love you、 ありがとう。そう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 。あ、今買っても、持って帰るの忘れそう。あ、確かに現地調達の、あ、確かに現地でさ、現地でやった方がいいか。確かに忘れるよね。もうスーツケースの中入れとくみたいなノリじゃないとさもう入れとかないとみたいなさ、かお財布に挟んでおこうみたいなさ、そういうノリじゃないと、ね、あら、オッケー。今年お年玉もらえるかな。まだまだ期待していたいお年頃、ワクワク。え、みんなお年玉いくつぐらいまでもらってました？でもさ、大抵さ、社会人になったらもらえないよね。自分でそんなにお金を稼ぎ出したらさ。だからなんて言ったらいいの、もうあれが最後みたいな、そんなから就職祝いがみたいな。その親戚の人からもらう最後のみたいな感じあるよね、知らんけど。高校生くらい、え、中学卒業まで、本当？私でも高校、あ、でも高校卒業までもらえたのは運が良かったのかもしれない。大体高校、え、大学生もらえんの？年玉なんてもういくら、いつまで経っても、いつまで経ってももらいたいけどね。よし、ナイス。あら、こんにちは。祖母だけはいつになっても配ってました。だって優しいおばあちゃん、おばあちゃん優しいよね。よし、オッケー。そしたら、全然温まらないんだが。
私は今ホットビューラーを温めています。の電池ってすぐなくなりません、すぐなくなりませんっていうか、なんかホットビューラーってなんかうまく使えた試しがないんだけど、温まるの遅かったりさ、電池変えたマジ一瞬だけはさ使えるんだけど、1週間も経たないうちになんかもう使えなくなるみたいな。パニャー？あんまりいい思い出なくて、だからめんどくさいなと思ってドライヤーで外側から温めることにしています。だからドライヤーがない場所だと終わりってこと。わ、今日のカラコンどうしよう。ね、困っちゃうよね。でホットビューラーって結構さ、自分的には結構大事なメイクツールでして、だからなんか困っちゃうなって感じ。はい、オッケー、今日はもうこのまつげで諦めましょう。よく頑張りました。これでアイラインやってゴールが見えてきた、嬉しい。よし、あ、え？めっちゃいいよ。今日は本当に気合を入れないといけないですからね。でもまあそんなに近くで見られることもないか。まあそうだよな。ツン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 。
よし。オッケー。来てきた。そろそろなんかさ、1時間ぐらいさ、ずっとさ顔にいろいろ塗りたくってるとさ、やっぱ飽きてくるよね。さすがに自分の顔も見飽きてくるしさ、こう手を動かすのもなんか疲れてくるしさ、飽きてきちゃった。ピエン、かき氷食べたいね。オッケー。オッケー。もうちょっと。疲れてきたわ。今から外出なのに。びっくりびっくり。いやでもこのメイクが終わった時の達成感ね。そういうことで、これをだから一回、うわー待って、また結局ホットビューラー使わないといけないってこと。怒らない怒らない。京花ちゃん怒らない怒らない。下まつげ大事。みんな応援してくれ。うわうわ、あんまりかもしれない、あんまりかもしれない。あ、京子先輩ファイトです。いい掛け声だ。いいな。私一人だけのためにあのチアガールの子たちに応援してほしいもんね。なんか頑張れ頑張れみたいなやつやってほしいな。フレーフレーってやってほしいわ。あれ嬉しいだろうな。球場でさ、チアガールやってる子いるじゃないですか。チアの方々ってさ、あれ、あの皆さんはもともとチアをされてた方なのかな。本当にマジの初心者みたいなさ、いらっしゃらないのかな。いそうだよね、探したら。アイドルみたいな、その伸びしろを見てもらうみたいな、そういう世界ではないのかな。あ、イサムちゃんがペンライトくれた、ありがとう。チャオだって、チャオ。よっしゃ、オッケー。またまたホットビューラーです。行け。
今日の大学終わった。お疲れ。えらい。今日は何の授業だったの？お疲れ。お疲れ。あ、いい感じかもよ。ね、今日の会場ってどの辺か誰か分かる人いる？渋谷のどの辺か分かる人いる？うん。え、私これで 上まつげマスカラ塗ってないってすげえな。すげえなとか言って。あ、山ちゃんが雪だるまくれた。ありがとう。下まつげいい感じだぞ。いい感じだが、いい感じだが、どうしよう。最近グリッターをどこに塗ろうか、目頭側に塗ろうか、黒目の下のその真ん中に塗ろうか、ちょっと迷い中なんだよね。まあ目頭でいいか。宮下パークの近く。あ、マジ？最近宮下パークの場所分かったよ。最近でもないけど、ここが宮下パークかみたいな。なんであそこ宮下パークっていうの？宮下なんか宮下財閥があれしてるってこと？宮下パークなんかちょいちょい、あんまでもちゃんと見たことないんだけどさ、ちゃんと見たことないけど、おしゃれなお店結構いっぱいあるよね。ちゃんと見たことないけど見ろって感じなんだけど。よし、いいね。ルカルカ、ルカルカ、カルカルだって。渋谷カルカル、あ、結構あれもしかして有名なところ。 B1 出口からすぐ。あ、カルチャーカルチャーだからカルカルなんだ。え、かわいいね。なんかアイドルの略し方みたいだねアイドルのなんかさ、今どのグループもなんか略称みたいなやつが可愛いじゃないですか。その略称を可愛くするためにグループ名考えてるまであるじゃん、最近のアイドルって。そ
フレみたいだね。渋谷カルカル。ナイスです。いい感じになりましたよ。そしたらハイライトを塗って、まもなく完成です。感動。結構いいかも、結構いいかもだけど、マジクマさえなければって感じだよね。本当にどうしたもんか。よしよし、みんなもうちょっとだから応援してくれ。頑張れ頑張れ。あ、ご機嫌よう。オッケー。え、本当に今日どうしようかな。かな。いや、まあ何でもいいんだけど。うんうん。え、いい感じ。これとこれと、新しいリップが欲しい。ロムランド買おうかな。やった。ね、チーク足そうか迷ってきた。オレッサファイト。ありがとう。何を持っていって何を持っていかないかというのが大切である。そういうこと。これとこれと、むずいっすね。これとこれと、あれが消えたわ。私の愛してやまないイニスフリーさん、どこに行かれました？旅行中？もしかしてそんなことある？前髪やんないと。席
どの辺がいいとか、何にもないかも、何にもないかもっていうか本当に何にも分かんないんだよねまだ本当に本当に多分本当にどっちがいいんだろう、本当に分からない、分かりそうだったら言うわ、分かりそうだったらっていうか、分かったらどっかに書けそうだったら書きます、やろ。ワイのイニスフリーシー、ワイのイニスフリーシー、どこに行ってしもたんや、イニスフリーがいないと生きていけないわ、結構リアルに、ありがとうだってこれ入れとで、アイロンを持ってこないといけない、アイロン持ってきて、これはあっちの部屋に置いてく、これはあっちの部屋に置いてく、の部屋にいい感じの、あー本当だ、下今日の服何がいいと思います、皆さん、知らんがなだよね、知らんがなだし、私はお財布にお金を入れないと昨日の UFO キャッチャーでマジで、あのもう自分のさ財布の中のさお金さ本当になくなったもん、残り60何円しか入ってない今自分のお財布の中に、やらかした、叱ってみろ、叱ってみろ、よしこんにちは、私も今日ゲーセンでたくさんお金溶かしてきた仲間だね、本当にゲームセンターってよくない、いくら入れようかな、岡田くんいた、
財布お財布嬉しいな。やば、私ここにいっぱいお金入れてたのにもうこんだけしかなくなってんだけど、やばくない、やばくないこのお金のなさ。ちょっと待って、私ってこんなにお金持ってなかった、あれ嘘嘘、誰か取った、私のお金取りました、みんな私のお金取りました、えん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 ぴえんぴえんなんだけど、しょうがないな、まあそういう時もあるよね、お金がない時もあるよね。ミニスフリーは見つかりました。だからこれをこうしてこうして、どうしたもんかな。でこれは置いていけばいいじゃん、これは置いていって、これだけ持っていこう。置いてく置いてく。あげることはあっても取ることはない。確かに。確かにもおかしいけど。みんな大好きガーネット大先生にしてみようか思て、なんだっけ、待って本当にさ、あ間違えた、これ無理じゃね？いや大急ぎで行けばいいってこと？あそんなことないな、ちょいちょい急ぎぐらいだ、いやちょい急ぎだけど、ちょい急ぎだけど、ちょっと待ってこれさ、違う間違えた、昨日メールをいただいたんですよ、そうなんですそうなんです、そうそうそう、これをだからこれを持っていかないといけないってこと、これとこれとこれね、とこれこれ全部入れてみた、ナイス、あなんかゴミついてんだよな、なんだろう、ゴミついた、取れた、強引だけど、オッケー、したらこれを入れて前髪をやっていくよ、お父さんスイッチの作り方、空き箱に、ボタンを5つ入れました、書きます、書きまして、ひらがな5つ入れたなら入れ、曲がるストローをアンテナにして、お父さんスイッチの、懐かしいね、お父さんスイッチ、お父さんスイッチか、あれってお父さんスイッチってどうやったら出れるの、出れるのっていうか、お父さんスイッチあれ何、応募したら、応募したら、あじゃあ多田さんの宅を当選しましたみたいな感じだろう、お父さんスイッチ、あ、お父さん
ンスイッチじゃなくてオタクスイッチ考えようぜ。いいね、ショールームっぽくて。オタクスイッチ、え、待って、前髪綺麗じゃない。うわー、まあでもあっち行ってもきっとモチャリンが貸してくれる気がする。適当だけど。え、ちょっと待って、私可愛くない？ちょっと可愛いってことにしといて、マジで可愛いってことにしといて、っていうかちょっと待って、これさ、これを置いとくじゃん。これはちょっと、え、マジで本当今日どうしよう。黄色のスカートもありやな、ありやなって、あの生写真撮ったやつなんだけどさ、え、ちょっと待って、取って置いとく。かわいい、ちいかわの靴下だぞ。ちいはち靴下にしました。今日はハッピー。え、今日寒い、もしかして。寒いよね、どう考えても。寒いよね、どう考えても。どうしようかな、黄色、いや、まあいいか。おしゃれは我慢やねん。せやねんな。寒い、このさ、服が冷たいの嫌だよね。しょうがないけどさ、しょうが、本当にしょうがないからいいんだけど、別に いいんだけど別に。え、今日寒いよね、どう考えたって。今日どう考えたってさ、なんか寒そうな感じしてるもんな、どう考えたって。まあ、ええやろ。あ、ナイスかもよ。いけ、よし。え、待って、ナイスかも。ナイスです。グッド、ナイスー、ハッピー。
見ない。頑張ろう。ゆめちゃんハートありがとう。あと2時間で会場です。え、待っていいよ。わあ、これあっちで帰れるかな。まあ何とでもなるか。オッケー。なんとでもなるし、なんとでもなるし。え、でもこれちょっと色味なくない。まあでも今日主役はマチャリンですからね。つまり、つまりでもないけど。主役はマチャリンですから、自分は何だっていいんですよね。あ、待って、めっちゃシャツ、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 シャツ。シャッ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 。フィートテックじゃなくて普通の、の作り方。なんでこんなお父さんスイッチ。ああ、静電気やめて。火事になります。静電気やめてください。ごめんなさい、許してください。そればっかりはごめんなさい、ごめんなさい。あ、こんにちは、こんにちは。もうランキング読まないと。で、これで、これで OK。 よしよしよし。木箱に。え、どう、これでみんな、みんな、みんな的にどう。地味すぎ、地味すぎる。まあでもいいよね、これでしょうがなくない。じゃいいよ、いいよな、いいよな、いいよな、これで。だってほいほい。で、ちょっと待って、これでこうするじゃないですか。で、ちょっと待ってね、これで3。うわー、嫌になっちゃうな。つまりいいよね。あ、で、で今日はだからこっちじゃなくてあっちのアウターにしたらめっちゃいいじゃんってこと。
かなかいいかもよ。やべ、なかなかいいかもよっていうか、今日は無理。今日はもうって感じ。頑張るぞ。いや、いけるいける。これとこれを羽織つつ、だって可愛いよねこのアウター。いや、このアウター着とけばどうとでもなるんだよね。てか分かったぞ、私マジでグレーが似合わないんだわきっと。鬼ばかり、俺ってグレーが似合わねえ。悲しい現実だわ。じゃあちょっとマジお急ぎ、お急ぎランキング、お急ぎランキングでよろしい。これの次、うん、いやしょうがないね。ここから待って、これにしよう。ランキング読みます。あ、そろそろこちらも現地に。13位から、カズヤさん、ありがとう。ナニャ神吉さん、ありがとう。キューちゃん、ありがとう。シンラバーショーさん、ありがとう。オレンジさん、ありがとう。カホちゃん、ありがとう。天野さん、ありがとう。ピースさん、ありがとう。さゆちゃん、ありがとう。ヤマちゃん、ありがとう。クラズキさん、ありがとう。ヒデちゃん、ありがとう。ゼンジロウさん、ありがとう。あ、ヒデちゃん、抜かした？抜かしてないよね。3位、クラズキさん、ありがとう。2位がヒデちゃん、ありがとう。そして1位がミクニアゼンジロウさんです。ありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、会場で会う方は、また後ほどお会いしましょう。またねー。バイバーイ。